このあたり、南アフリカだとか、オーストラリアとかの、ちょっと変わった花木類、花付きのものを販売しています。一番人気は、これですね。ジョイセルリア、ブラッシングブライト。なかなか私たちも手に入らなくて、先週、やっと手に入ったので、今日は紹介したいなと思って予定しました。これは南アフリカの常緑樹ですね。結構見た目より育てるの私たちも結構できる花木で、成長もね結構早くて花も不定期にポツポツ咲いてくれるんで非常にいいですね。この白いところが実は萼なんですね。で、中がお花っていう。花持ちも良くて、これも切り花するのかな？切り花であると思います。あ、そうなんですね。すごく綺麗なんですよね。これ僕昔この白と赤のカルメンっていう品種育てたことがあって、カルメン。で、屋外でも十分育てることができたんですけど、花がね1月とか2月の寒い時期に咲いてきて、白だけつぼみの状態がちょっと咲いてはいたんですけど、茶色く傷んだんですけど、もう赤は綺麗に咲いてきましたので、まあ、屋外で白で言うともう軒下であれば十分この辺の気候で育てれると思うので、栽培も難しそうに見えてそんなに難しくもないので、ちょっとしたコツはあるので、また店頭スタッフ聞いてもらうと育ててもらえるかと思います。はい、ありがとうございます。と、二つ目が、皆さんも多分ご存知ですよね。キングプロテアのリトルプリンス。これも、なんと花が3本、3F のものが手に入りました。ここからね、まだバッと開いて、このラベルのようなお花になります。これも、切り花であったとか、ドライですね。とても人気の植物ですね。こうドライで1本1000円とか高いですね。それぐらいの値段で売ってますよね。本当。これも結構育てるの簡単やよね。この子実は僕今家で育ててまして、5年目ぐらいになるんですけど、毎年冬にかけてお花も咲いてきて、特に何もせずに花壇に植えてはいるんですけど、ちょっとあんまり気が大きくなってなくて、ずっとこれぐらいなんですけど。5年でそれか。ちょっとゆっくりやね。まあ、多分ね、もっとうまくしたらできると思うんですけど、まあ、放置の状態で置いてて、もちろん外の霜雪当たるとこで。で、花も毎年1回は、冬場でも冬場ですね。冬前かな。にかけて咲くので、うん、まあ、十分この辺で育てれるかと思います。ね、屋外に放置、このお店、朝日さんのお家よりもだいぶ寒いところにありますけど、普通に冬越しも夏越しもね、暑くても大丈夫ですね。そうですね。非常に丈夫なので、お庭上のお庭木としても非常にいいかなとは思ってます。と、大きなね株もここに、これも 2,3 年ずっといますけども、よく花も繰り返し咲きますし、とてもね、結構実は手かからないですよね。そうですね、うん、かえって何かしちゃうと失敗したわって人も多いようなところもありますね。ローメンテナンスの方がいいかなっていう感じの樹木ですね。ですね。ライスフラワーですね。ライスフラワーの中でもゴールドの品種の大きな花付きが入荷してきてます。これも実は日本の気候にも結構合ってるので、私この間庭植えにしたんですけど、そうなんですね、シンボルツリーほどは大きくならないですけども、葉っぱも可愛くて花もきっちり咲いてくれて、あんまり大きくならない常緑樹っていうことで、庭の片方に植えてみました。これもドライフラワーでね、やられる方が多いんじゃないかなと思います。小さな苗ですとピンクとか、ピンクも3種類ぐらいあったかな。あ、そんな濃い色合いが
そうですね、薄いピンク、濃いピンクで、もう一個ぐらいあったかな。あとアプリコット系の品種なんかもね、入荷してます。このぐらいの小さなないですけども、ありますので、またその辺もね、ご覧いただければと思います。あとね、ワックスフラワーとか、あとグレビリアですね。これも結構珍しい、お花かと思いますので、ご覧いただくといいと思います。これもね、実は冬弱そうかなっていう感じしてるんですけど、外でね、植えていただいても、まあ団地の部屋部限定にはなってきますけども、庭木としても活躍しそうな花木たちです。